はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ファイナルファンタジー2ピクセルリマスター、前回の続きからやっていきますけれども、ここなんだっけ、ポフト、そうポフトの町に来ました。北に行くとサラマンド、東にバフスクがありますということで、まあ、東のバフスクで大戦艦が作られているんですけれども、まあまずは酒場に行って、シド飛空艇、金さえ出せばどこでも行くぜということで、飛空艇のにはこいつか、シド兄貴自慢の飛空艇、はい、いや結構高え、マジか、サラマンドまで行きたいけどな、200円か、まあちょっとサラマンド行きましょう、せっかくだからね、飛空艇に乗っていく。でここら辺の街はまだ別に武器とか変わんないよね、まあ、シドが飛空艇を持っていますというくらいで住人がいない。でこれ片道切符なんで早い、これで200円か、まあいいや。サラマンド、ここにヨーゼフがいるらしい。あ、魔法屋は見ておくべきだったか、ちょっとしまったな。あ、レイズが売ってんじゃん、てか金が足りん。レイズは取っておきて、まあ、まだミウがいるからね、いいんだけど、まあ、あとはここら辺武器、ロングソードはあんのか、あ、バトルアックスとかになってんね。ちょっと金貯めを、少しお金貯めの稼ぎとかやります。敵が変わっているサスカッチ、普通に行こう。でブリザードを鍛えよう、ブリザードを自分に打ってヒットポイント上げていく。でミウは普通にブリザード24、あ24で死ぬな、20で死ぬな、全然弱えわ。ブリザードくらいじゃ大してヒットポイントは減らない、自分のね。ただヒットポイント上がったのはやった、体力が上がった。ミウは知性で、ブリザードのレベルアップ、体力もアップ、体力というかヒットポイントか。では装備を整えましたので、フリオニールはロングソード、あとブロンズの盾で、マリアはロングボウで、ガイはバトルアックスとブロンズの盾といった感じですね。攻撃力は上がったけど命中率が全体的に下がってるから、まあそういうもんなんだろうと。情報収集しましょう。サラマンド、南の山の向こうにセミテの滝、ミスリルはそこから発掘されている。サラマンドの男たちはみんなセミテの洞窟で奴隷として働かされている、まあ、ミスリルの採掘だろうね。私ヨーゼフを愛している、でも私がそばにいてもきっとあの人の邪魔になる。ヨーゼフってハゲ親父じゃなかったっけ、ほら私に何か用かね。ノバラ、ヒルダ様の使いできた、お前らみたいな若造だ、どうも怪しいな。え、ミスリル、まだ見つからん、手がかりはある、身元も知れる人間にこれ以上話すわけにはいかない。セミテの滝、町の人間が働かされている、救出できたら信用してやろう。マジか、じゃあ行くか。で下の方は一応家なの、見ておこう。教会か、ちっこい教会だな。まあ中身は変わんねえけど。セミテの滝はじゃあ歩いていくか、飛空艇で行くのが多分早いんだろうけど、これ先制攻撃とかされたらさ、めんどくさいよね。全員攻撃するのかな、8体で、もう魔法使っていこう、全体にかける。ゴブリンクラスだったらもういけるでしょ。あんまり強くないけど一掃するのには役立った。で先手の滝術ってか多いな、エーテルとか、あれエーテルとか売ってたっけ。げ、倒せね、魔力が低いのかな。まあミウでも10とかだからな、
3分の1くらいになる。魔力っていうか知性。またゴブリン7体。3にしたいよね、これも。ブリザードも。てか、このさ、パラメーターで、セミテの滝を攻略できるのかもわからん。75ギルが2人いたな。カヌーって敵出るんだっけ？敵出なければ、このまま行きたい。おお、滝になってる。流されないのか不思議だ。ちょっとセーブしてから行こう。中断で。ほい。まあ、中でもセーブできんだけどね。敵は変わらん。全員戦う。強くなってんだかよくわかんねえやん。ガイはやっぱり火力が高いな。ミーユとか杖全く振ってないからな。これ何？なんでもない。まあ、攻撃だけでなんとかなるんだったら今のところは攻撃で倒していこう。杖レベルとかアップしてもね。てかヒットポイントが割とちょこちょこ上がっていくんだよね。これ左上宝箱は見えんな。多分宝箱だな。バルーン、こいつ爆発する。てか普通に倒した。いまだに熟練度が3から上がらないんだけど。200円。金はマジ重要。金不足だからな。ゴブリンガード4体。よっ、ミウ公園に下げたかんね。杖は公園になると攻撃力が下がるから。ガイヒットボルトが上がっていく。でこっちに何かがなかった。また敵がザコッチーな。弓11。ミスリル製を手に入れた時に金がないと結局買えないからね。金も貯めていかないと。バルーン結局買わねえよ。やることは変わらん。ラグキルギル59円。トータルの獲得ギルはもう最初に乗ってるからね。そして400円。ここで600円ゲットか。結構でかいなそれは。やっぱり命中率が低いと1ヒットっていうかそもそもミスるし。これ今何ヒットまでできんの自分ら。ちょ見てみよう。命中率3回かける65%か。だから 65% が全部当たるってなるとちょっときついよね。65だったらソルジャー雑魚だな。所詮はポーション地下2階。さてどっちだ。左上にまた宝箱ある。ゴブリンガード。じゃミスってことは、まあ、ちょっとフリオニールの場合なんだけど 65% が全部ミスったってことだから。素早さが上がった。素早さ重要だからね。目薬。そうか、暗闇になると結構きつい。今クリティカルヒットか。これクリティカルヒットよくわかんねえ。ミーユの杖もあんまり上がんないな。おお、ソルジャーがゴブリンを引き連れている。いいやつ行こう行って。うん、やっぱ盾はいいよね。回避率高いもん。ワンの時より全然高いと思う。その代わり火力が少ないといえば少ないのか。二刀流、いや二刀流にするよりは全然いいと思うけど。ハイポーション。扉が4つあるな。スプリンター、ザコ、
お、上がってる。スプリンタークラスになると上がりだすのか。やっぱ敵だな。スプリンター出てくれ。大して強くねえしこいつ。ただし害は上がらない。振ってないから。ポーションで、これ正しい扉が一つなんだよね。8、全然いけるな。いやでもこれだけ戦闘してって、仮にマジックパワー毎回使っていくと全然マジックパワー効果するよね。マジックパワーだけ集中的に上げていくかっていうか、熟練とか上がんねえんだけど。左から1個ずつ行こう。あれ、いけんな。宝箱とかがあるとない。いっぱいいる。超めんどくせえ。ここはちょっとせめてブリザードで一掃しよう。いけるっしょ。1体のことかしょうがない。いや宝箱ないか。ちょっと見よう。なるほど、やっぱここだな。ちょっと FF2 は2回目とかをやる気がしないんで、できればもうマップとかを見ていっちゃおうと思います。こいつは効かないんだよね、魔法しか。うん、でも効けば一掃できる。で、下は宝箱が一つ。200ギル。これは戦うでいいでしょう。熟練度が重要だよね、武器の。永遠に上げられないっていうところがなかなかきついところではあるけど。3のあのメーターから上がんなくなってきたな。もうちょっと振った方がいいのかな、スプリンターで。これ意味ある、謎。待って、タタンタンタタンタンタタンタン。これで上がってくれれば意味があるということ。じゃがねえわ、ゴミクズだ。でこれはしか3階だからこっちは関係ない。で一番左がなんかあるな。これスチーム版でパソコンでやってるんで、パソコン開きながらちょっとできないですね、録画の関係上。あ、人がいるじゃん。助けてください、奴隷とか。名前が奴隷になってんだけど。こんな子供、ネリー。フリオニールじゃねえか。いや、助かったぜ、ポール。いや、これだけ見ると、お前誰だよって感じだけど。そう、アルテアの町にポールっていうやつがいるんでね、話しかけてなかったけど。この子はヨーゼフの娘、ネリー。ボーゲンの野郎、この子を人質にヨーゼフを脅していた。ミスリルを持ち帰ってヒルダ様に言われていた。ミスリルのありかがここだってことはすぐ分かった。お前らを出し抜いて先に手に入れちまおうと思った。ドジ踏んでしまってこのありさま、俺の出番じゃねえみてえだ。なんだこな、ただ来ただけなんだけどな。あ、で下に行けんのか。宝箱は回収してから行こう。左スプリンター、いやミスるな。3ヒットすればやっぱそれなりの火力は出る。てかさ、なんで熟練度1回上がったんだろう、超謎。でこの下は何にもないんで、とっとと下へ降りましょう。ゴブリンガード6、4体以上出た時はちょっとブリザードかけよう。めんどくせえから。消えろ、素早さ。だその経験値システムじゃないのって、要はもう打ち止めになっちゃうとステータスが上がらないからね。
経験値システムだったら時間をかければまだなんとかなるんだけど。で4回、ブリザノ、ブリザノも3になってほしい。魔法の熟練度上がってんのかな。何倒せないブリザノ。上がったわ、3になった。で宝箱は回収をしておこう。ゲーモンスターの先制攻撃とか連続性。弓そこそこ食らうな。逃げてった。後ろからだと弓を撃ってくる。ちょっとプリザドフトボーマリア、そんなに速くないからプリザドフトボー遅いんだよ。お、変わった。3で変わるね。弱いけど体力、まあ、回復は今のところポーションがあるか。ファイヤーの方いらないっちゃいらないんだけどな。いやー、やっぱマジックパワーが気になるよな。アスピル持ってたっけ。いや、アスピル持ってなかったな。アスピル持ってればね吸い取れんだけど、アスピル重要か。そうするとお、ちょっと害が上がりそう。ヒットポイントが少し減ってきたんでポーションで検知していこう。結構回復すんな。いくつ、少し回復の少しがわからん。でここの分かれ道、分かれ道は上、他は何にもない。グリーンスタイムかけ5、これはブリザードでいこう。完全ゼロだな。しかもマリアの弓が上がりそうなのか。金持ってないな。スプリンター、いや、もしかしてさ、これここまで行ったらスプリンターじゃもう上がらない。あの3のちょっと先は行くけど4までは行かないよっていう、そういう敵なのかな。先制攻撃いや、ミスった。スプリンターは回避率が高いのかな。あ、そう、じゃ回避率っていうか命中率 65% だったとしても相手には回避率があるからね。フリオニールでいうと回避率1回 ×52% なんで1回攻撃を 52% の可能性でかわせるよということで、2回攻撃してくるやつらは1回しかかわせないんで、かわせませんと。結局 100% の確率で食らいます。なかなかシビアな世界だから。だから攻撃回数と回避回数なんだよね、やっぱり重要なのは。全然金持ってねえなこいつら。なんもねえ。いや、なんもねえって書いてあったわ。俺の確認不足だ。で左側に扉があって、それはなんかある。ただここにはテレポの本が持ってるんで、それは回収しておこう。あ、なんかすげえ上がった。なんか上がる理由がわからん、マジで。結構変カウント率高いな、こうやって思うと。これはここの洞窟をクリアしたらもう1回1ダンジョンとかかな。30分以上かかるやつ出てきそうだし、ちょっとこいつはめんどくせえ。マジックパーマジで生命線だからな。でレベルが上がれば上がる、今日は上がれば上がるほどマジックパーの消耗も激しくなってくるんで、これでもミーウもう80しかないからな。いや、すげえめんどくせえわこれ。しばくしてきた。29か、全然弱いな。自爆もういいよ。自爆経験値手に入るよね。だって
全員戦うで。そうするとダンジョンは少しカットもありかな。後の方は今は序盤だからまださ、そんなに長くないダンジョンとはいえ、結構時間かかってるからね。で、素早さを見たい。10か。でも深い17、フリオニールの素早さが全く上がらん。だってモンスターの生成攻撃ばっかなんだよ。もうけっ、自爆のダメージ乱数がわからん。めちゃくちゃ食らったな今。ヒットポイントってわけではなさそうだよね。自爆29、逃げた。けっ、ガイちょっとやばい。とはいえミーンはレイズ持ってるから。ただミユがいるってことはまだまだ全然序盤なんだよね。で、回復をポーションでやろう。いつ100くらい回復するのか。100だね、ちょうど。あと3つしかね。で、ここは敵が出るらしいんで中断をしておきます。で、開けます。モンスターです。ランドタートブリザード、ミユをブリザード。156倒した。剣振っとけばよかったかな。で、テレポの本ということで、ちょっと下の階段に行きましょう。ここの扉のとこに階段があるみたいなんで。あれ、もうここでボスか。下に降りる階段っていうよりは。で、ケアルをどうする。これ大丈夫っしょ。行こう。反乱軍こんなところまでやってくるとは。ミスリルを渡すわけにいかん。死ぬがいい。こいつは一人で任されていたのか。ミスリルの門番サージェントサンダーブリタド91、サンダー30、全然違う。6、マジか。魔法頼みだな。ちょっとブリザードにしてみよう。ダメージが違ければブリザードを使っていくけど、どうだろう。まあ、両方2だからね。26、サンダーの方が強い。51、1ヒットだと16しか当たんないんだ。まだいけんな。ミユにやっぱり黒魔法を覚えさせたのは正解だったな。ゲーゼルとか通らないんだけど、ダメージが14100。マジですか。ちょ、これ防御ってあるよね。で、魔法系はもうだって回復したいもん。回復したいね。ダメージ与えたいもん。おお、ミーム様様だな。ブリザードのレベルは熟練度は上がらん。いや、上がったは上がったんだけど、レベルが上がったわけではない。宝箱の中に入ってんだ、ミスリルって。なんかミスリルの鉱石が置いてあるとかさ、そういう感じではなく普通に宝箱だった。で、テレポ使って出よう。で、テレポ自体はなんか知んないけどヒットポイントがめちゃくちゃ減るんで回復をさせないといけない。で、そういうわけでサラマンドへ帰ります。サラマンド、あれ戻ってきてる。ありがとう、おかげで助かったよ。夫が帰ってきました。くっそ、こんなやつのために、こんな奴隷とか名前がついてたやつのために助けたんじゃない。しかもこいつはこいつでハゲなのに。娘がいるってことはさ、妻には先立たれたの、そういうこと。いや、なんだこいつ、偉そうに。助けてくれてありがとう。で、多分ミウがそろそろ離脱するんで、その前にちょっとやっておきたいことがあります。回復させなかった。いや、170円くらいで。ミウはめちゃくちゃ白魔法持ってるんで、
今の状況をちょっと活用して戦闘に入って、サンダーも3になるかな。アンチマジックパワーダメージ、これでマジックパワーを上げていく。マジックパワーにダメージを与えることによって4、328とか唱えられねえんだけど。ちょ待って、いやいいか、248。あのさ、色変えてくんないかな、紛らわしいんだけど。マリアマジックパワーアップ、ちょっとこれを使ってマジックパワーを上げていきたいと思います。というところで今回はここで終了して、次回はアルテアの町へ行ってミスリルを渡すところからやっていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。